程度も広くなるんです。今回の相手はね、8球ですね。前回7回上4対1で破ってます。この戦いの向こうに、さあ今回のチームもデータ用のチームです。デニスローのチーム、激戦を制し最後の扉を開けるのはどちらのチームか。オーシャンズカップゴールドキング対0809スターズ、最高のピッチコンディションの中、オータムスターズ、すごいメンバーですね。ルーニー、バラク、ビブラヒモビッチ、オープンします。死闘の幕開けをつける笛がまもなく鳴り響きます。主審のホイッスルで試合がスタートしました。左に遠藤は黄色のユニフォーム、スペイン地方ゴールドキング地球止めていく。ハイシンはブランス監督、フォーメーションは4-4-2ブランス監督、選手からの大きな信頼が自信となって現れています。右から左に攻めます。エンジのユニフォーム0809スターズ、フォーメーションは4-4-2。スローイン、サジェラード、これ下げていく、ここは通らない。じゃあディンズローがちゃんと保持していくね。トラガクデビラ、ちょっと動き怪しいですね。これドリブル、こういう時ってもうなんかどうやっても勝てない動きってあるじゃないですか、このゲームって。今そんな状態です。ガクデビラ、やばい、カプテミラにめっちゃ抜かれていく、やばい。バラック、おーっとセルヒオラモス、セルヒオラモス早いアプローチ。カプテミラドリブル、ヒオラモの上がり方が半端ない。さらネイマールからの、おー、デニスロー合わない。このパスはさあ0809スターズブランス監督、ブラヒモビッチ、スペースを指差しています。センターを突破、ダービーしますからね。自分で行く、バントラップ、マルコスが上がってくるよ。ラモス、さすが、ほら奪い返しました。見せてくれます。ボールを渡します。カット、フンベース、ここでホイッスルが吹かれました。0対0、前半を前半は0対0ですね。さあ後半始まります。今後半スタートです。後ろに戻す、マイク、なんかこれちょっと攻め入れてないですからね。なんかおやばい、ルーニー全部抜かれていく。おっと、からのイブラ、やばい、危ない。ここは切り抜けます。セーフティーにクリア、ボールを投げ入れる。ワントラップにティアゴシウバ、冷静な判断でチームに勝利を呼び込めるか。サバのメッテティラム、ジェラードからネイマール、抜けるか、あーっと抜けない。モンサロ・ロドリゲスがね、マジで強い、このチームの。やばい、ランカード、やばい、ダー抜かれたらもうどうしようもできないですね。さあ、まだ時間はあります。最近ね、ティラムがちょっと怪しいですね、この試合。投げ入れる、アルベルだ、どこに止めて、バラック、やばい、バラック、おっと、危ない、ギリ止めていく。チェゴシバ、マイコン、やばい、ドフリー、ルーニー、シュート打った、決まった、ゴールです。後半28分、0対2、スタジアムが熱狂の渦に巻き込まれます。試合を決めてきましたね、ルーニーは。ゴールマウスをこじ開けました。カルロス・マルチェラ・ロペス、わずかな残り時間でどんなプレーを見せてくれるのか。後半30分、キックオフです。さあ、というチームマルコスがすごい上がってます。さあ、上がるのは右サイド、さすがにね、そこまで行かせないっていう感じがしました、ね、ベルス。ジェラードからのネイマール、全て1点は返したい。スーパープレーだ。クロスが合わないですからね、こういう時で。フランス監督、前線からのチェース、まだある、まだある、強いで1点返したい。あー、素晴らしい、だから今回は攻撃できませんでした。乾杯です。それではご視聴ありがとうございました。